Excuse me. Hmm? Can you tell me how to get to the station? Huh? Nandatte? Can you tell me how to get to the station? Ho ho. Eigo ka. Don't worry! Hmm? Eh? Chigau? その… 英語も話せないなんて勉強が足りないね。 ん? Can you tell me how to get to the station? Go! Straight! And turn right! Go, go, go! Go your way! Believe yourself! Oh, all right, thank you. You are welcome! English 資格検定の賜物だな。 ああ、ありがとうよ。すまねえ。英語なんてからっきしで。例には及びませんよ。でも、あれくらいの日常英語くらいはできないと、グローバル社会に乗り遅れますよ。グローバル社会。今は世界を股にかけて活動するのが当たり前。僕も、そんなインターナショナルなパーソンを目指して、この学校で資格を取得し、 人間力を磨いているんだ。学校、ああ、この建物が大海原資格学校。そう、僕はこの学校にずっと通っていてね、今までに取得してきた資格はざっと50以上にも上るんだ。50？マジかよ、すげえな。資格なんて俺一つも持ってねえぜ。それはいけない。 今はこの力が重視される地帯。資格を取って人間力を磨かないと一流の社会人になれないし、将来食いっぱぐれるよ。そうだ、せっかくだから体験してみたらいい。体験？ああ、この学校では今初回講習無料キャンペーンをやっているんだ。無料で人間力を磨ける。興味あるでしょ？まあ確かに少し興味はあるけどよ。 なら善は急げだ。ついてきなさい。さあ、さあ、さあ。へえ、ここが資格学校か。こういうところ初めて来たぜ。ここは資格学校業界の中でもかなりの大手だからね。さあ、こちらが受付だよ。 いかりさん、どうも宮越さん。今日も素敵ですね。なんちゃって。<笑>あ、そちらの方は？あ、この人ですか。この人はその体験レッスンの希望者です。僕がこの僕いかりが勧誘したんですよ。<笑>なるほどね。 この子の気を引きたいがために俺を紹介したってわけか。たぶん。そうなんですか？ご紹介ありがとうございます、碇さん。
いやー、なーに、宮越さんのためですから、なんつって。 私、本校受付の宮越と申します。よろしくお願いしますね。なあ、俺は春日一番ってんだ。春日さんですね。それでは簡単に本校の説明をさせていただきます。耳の穴かっぽじってよーく聞くんだぞ。宮越さんがせっかく説明してくれるんだから一言一句逃さないように。うるせえな。当校は就職から趣味に至るまで あらゆる資格のサポートをしている学校です。資格試験の合格率は業界ナンバーワン。覚悟を決めたら大海原を、スローガンに本気で自分を高めたい人を後押ししています。ほう、合格率ナンバーワンか。すげえじゃねえか。ありがとうございます。ただ、我々は単に資格が取れればいい、合格すればいいとは考えていないんです。大切なのは、 資格取得をする中で、いかにその人自身を磨くことができるか、人間力を高めることができるか、そこに主眼を置いた教育を行っています。いくら資格がたくさん取れたとしても、人として成長できなければ意味がないと考えているからです。いいこと言うな、宮越さんは。お前ちょっと黙っててくれねえか。まあでも、なんとなくわかったい。 俺も資格が欲しいってわけじゃねえけどよ、人間してもうちょい成長してえなって思ってたんだい。ありがとうございます。では無料体験をご希望とのことで承りました。ご準備ができましたら私にお声掛けください。無料体験を始めさせていただきますので。わかった。春日さん、無料体験を始めさせて。ああ、それではご案内させていただきます。 初めてにしては上出来じゃ。いちいちうるせえな。やってみていかがでしたか、春日さん。勉強なんてほとんどしたことねえから大変だったけど、なかなか面白かったぜ。身になるっていうか、自分が成長した感じがして気持ちいいな。それはよかったです。人としての成長、人間力の育成こそがうちの学校の目指すところですから、 もしよろしければ入学を検討いただけませんでしょうか。うちは入学は無料、取りたい資格があるときにその講座に申し込んでいただく形になります。
申し込まなければ料金はかからない。とりあえず入学しといて損はないわけだから入学した方がいいよ。宮越さんのためにもするんだ。さあさあさあ。たく、わかったよ。俺も人間としてもうちょっと成長してみてえからな。試しに入学してみるわ。ありがとうございます。一緒に人間力を伸ばしましょう。受けたいコースがありましたら。わかった。だが、色。あ、そうですよ。それなら資格取得。お前。わあ、ひかりさんにサポートしていただけるんでしたら。もちろん。宮越さんが喜ぶ顔が。下心丸。ですが、ひかりさんは資格に関しては下手な職。ちょっとね。任せてくれ。はい。それじゃあ加速。ご用件は。またいらしてください。ご用件は。新しい資格にチャレンジできるようになりましたよ。開けてみるか。開いたぜ。いらっしゃいませ。年のせいかちょっなんだよ。よし、足立さん、追加だ追加。もっと食おうぜ。何のひねりもなく、もう確かにレース。そうしてくれ。は
あんたお肉。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、って感じ。証明写真撮るやつあるぞ。私あれ苦手なのよね。なんかブスに映らない？大丈夫だよ。大丈夫って何が？今加工技術すげえからめっちゃ綺麗に撮れるぜ。そこはブスじゃないって言いなさいよ。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。そんなにモテねえってもう1個が2個にしてくれよ。甘えたこと言ってんじゃねえぞ。ほらしっかりモテ。そこの女ここの作業には慣れたか。は、はい。現場監督が褒めてたぞ。今度食事にでも誘ってくれるんじゃねえか。はい、楽しみにしています。はぁ、あ、ちょっとこれ、もう無理。うわっ、すまねえ。バカ野郎、何をやってる。すみません、すぐに片付けます。やばい、どこ行った。お前どうやってこれを持ってきた。ね、いや、さあ、金が勝手に歩いてここまで来たっていうのか。ああ、まあいい。この日本人4人は泥棒だ。会社の金を盗む気だ。お前らの給料も盗まれるところだったんだぞ。この4人は許しちゃおけねえ。東シナ海のサメの餌にしてやれ。
やってやれ、あら！な！元の生活には戻れると思うんじゃねえ。あ？こいつだ！よし！行くぞ！見せてやるよ！プレゼント！くらえ！せやっと！おお！行くぞ！誰を呼ぶか。やるか。来やがれ。オーラ。回復だ。ほら来いよ。強くなった気がするぜ。くそ、てめえらは何者だ。さっきの金を俺に渡せ。何？一枚だけでいい。よこせ。てめえら強盗じゃねえみてえだな。おい、紧急状況！要紧急状況！なんだ。なんだ。ここは。やっとお目覚めか。遅えよ。ナンバー。どこだ。いや。どうしようってんだ。だからまず落ち着けって。はあ、あんたまで何をのんきなこと言ってんだ。俺らはさ、お前の目が覚めんのを待ってたの。もう全員自己紹介も終わってるから。そういうこと。
は？じゃ、始めるか。始めるって、ちょっと待てよ。あんた誰だよ。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが。ご存知で、あんた誰？ラオマだ。ラオマ。じゃあお前がマブチ。じゃあ改めて始めるぜ。いくつか質問に答えろ。野々宮を。ああ。乙姫ランドの店長、あの人なんで殺した？なんでだ！俺は忙しいんでな。この場で質問できるのは俺だけだ。言うこと聞けないなら仲間を順番にぶっ殺す。よし、録画を始めろ。はい。何始めんだい？お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか？お前は青龍会の人間だな。は？ちげえよ。その割には立派なもん背負ってるじゃねえか。それで堅気とは言わねえだろう。ああ、そこまでずうずうしかねえ。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって？なんでだ。人民元なんざ日本で使えねえぞ。偽札だろそれ。ほう、なんでそう思う？見たんだよ。事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたろ。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。なるほど、偽札だと承知の上で人民元を盗むつもりだったわけだ。で、盗んでどうするつもりだった？あんたの悪事の尻尾を掴んだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる、そのつもりだったさ。そうか。一番、お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。クソが。答えろ。その話まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあ、どうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か？今話しちゃいねえよ。そりゃよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ、さっさとしろ。お前は俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか？ああ、そうだ。いいね、その言葉バッチリだぜ。バッチリ？なんだよ。そからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ、青龍会さん。だから俺らは青龍会じゃ。やめとけ。まんまとやられたのかもな。え、やられたって？偉人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが青龍会はそいつを破った。そいつはつまり半貧龍万上の宣戦布告だ。はあ、カメラ止めろ。おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は青龍会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。何？そうだな。じゃあいい芝居した褒美に
一つ教えてやろう。はあ？野々宮をやったのは俺だ。やっぱりてめえか！今撮った映像、倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送っとけ。青龍会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。無駄だぜ春日。はあ？マブチは青龍会相手に戦争を追っ始めてんだ。青龍会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は、青龍会がリューマンに抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして。さっきのビデオを使う気みたいだな。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ、喧嘩の口実にならねえだろう。だがマブチは青龍会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。それに撮影してる時に見せたマブチの笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか。あんな野郎。少なくともマブチはこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。ああ、その話後でよかねえか。見張りの居根打ちに何とかここを脱出しねえと。ああ、確かにそうだ。おい。なあ。ああ。マジか。おい。おう。おう。ああ。なあ、誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら、ずいぶん気の長い拷問ね。ちくしょう。
足音がする。なんだ。見た顔だぜ。ええ、倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破、物も全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ。ああ、お前らの死体を切り刻んで青龍会に送りつけてやる。ラオマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとうさ。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。痛いか、怖いか。いい顔だ。ずっと見てたいぜ。やめなさいよ変態。お前は後回しだ。後でじっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんな、このド変態。褒め言葉をありがとうよ。ってことで、まずは前菜で。ジジイからだ。ほら、やめろ。なんだお前。いえ、実はラオマーからちょっと申し使ったことがありまして。え、申し使ったって。おい、ラオマーが何だって。なんで鎖外してんだ。私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。え、命の恩人が現るってとこか。残念ながら俺の悪運もまだ尽きちゃいねえな。誰なんだあいつは。知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。ちょっと何のんきに話してんの。ごめん、わりわり。今助けるからよ。よし行け、一番。お願い、頑張って。よし、てこの野郎、ざけんな。てめえみたいに身を掴んでやるぜ。俺の番だな。来やがれ。とっておきだ。プレゼント。やめんなよ。おっと、これだ。やめろ。行くぞ。見せてやるよ、社長のパワーが。これで、
そうか。え？ああ。開けてみるか。開いたぜ。地下ダンジョンって感じだな。
番だな。ほら来いよ。来いよ。なめんなよ。ぶっ飛ばしてやる。うわっ。うわっ。すんなよ。おい来た。かかってこいよ。どうした？してみろ。俺の番か。やってやるぞ。で、これで。ほらほら。止めるな。あれ？どうした？これで。なめないで。ほらほら。どうした？なめんなよ。行くぞ。来やがれ。逃げるなら今のうちだぞ。ちょっとしんどいな。俺の番ね。ほら来いよ。どうするかね。ぶっ飛ばしてやる。来てみろ。かかってこいよ。じゃあ行くぞ。やんのか。行くぞ。元通りだ。立て直さねえと。開けてみるか。やったぜ。いけるじゃねえか。
後悔するな。上がってこい。私の番ね。ほら来いよ。どうした？俺の番ね。なめないで。あっておき。ほら来いよ。俺の番だな。なめんな。どうした？見せてやるよ。無理でしょ。俺の番か。なめんなよ。やってやろう。あれ。ほら。ほら来いよ。やってみろ。やるわ。よし。ほら来いよ。どうした？開けてみるか。開いたぜ。行くぞ。こっち見ろ。
強くなった気がするぜ。
開けてみるか。やったぜ。いけるじゃねえか。やるわね。ボコボコにしてやるぜ。俺の番ね。ほら来いよ。とっておき。やってみろ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。おお。やっつけて。かかってこい。行くぞ。くらえ。お？してみろ。よし。とっておき。うん、せーの。やんのか。俺の番ね。とっておき。Yeah.
ちょっとしんどいな。見せてやるよ。プレゼント。これで。俺の番か。やってやる。まさか金庫にあんな奴が入ってるとは。これからは金庫開けるときも少し用心しな。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。
開けてみるか。開いたぜ。開けてみる。やったぜ。思いっきりやれる。
いいね。いけるじゃねえか。やるね。開けてみるか。やったぜ。かかってこいよ。舐めるな。来いよ。こいつだ。舐めるな。
してみろ。いっちゃうよ。くらえ。ぶっ飛ばしてやる。やってみろ。行くぞ。どうしためるのよ。行くぜ。私の番ね。見てなさい。来てみろ。開けてみるか。開いたぜ。Oh, yeah.
とっておき見せちゃうよ。やっちゃいますよ。俺の番か。してみろ。行くぜ。態度でかいね。元の生活には戻れしねえぜ。私の番ね。とっておき。してみろ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。
けてみるか。おお。行くぞ。死ねえ。じゃあ俺の番ね。
開けてみるか。開いたぜ。まずは振り回とりあえずやってみっか。俺の番ね。とっておき。なめんなよ。やってみろ。俺の番だな。とっておきだ。やってやるぞ。社長パワーだ。私の番ね。見てなさい。してみろ。俺の番か。やるか。絶対負けない、やってやろう。やんのか。おい、来た。見てろよ。ジャークやるか。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。
んだてめえら。な。運ばれた先の病院で二人とも死んだ。現場は清流会の島の中だ。犯人たちはそのまま逃走中。となるとそれで終わりゃしねえよな。ああ、今清流会の頭高部が兵隊積んでトラック走らせてる。会場の了解も取らねえで飛び出してったとさ。鉄工事敵は取ってやるからな。向かってる先は反転工事。え、ハンピンリューマンの島。高部は反転工事に向かったのか。あそこの奥には長っていう奴らのボスの店がある。このままじゃ全面戦争になるぞ。ずっと守られてきた偉人さんの均衡がこんなあっさり破られるのか。みんなマブチに踊らされてんだ。俺らのこと口実にしてよ。クソ。でも野々宮殺しの犯人はやはりマブチだったな。クソ野郎、ニヤついてゲロリやがった。でも動機はまだ謎だよね。どうした足立さん。いや、マブチの言葉が未だに気になっててな。いいよもう、あのクソ野郎の言葉なんて。やっぱり野々宮が殺されたのって私たちが原因なのかも。俺らは関係ないって、まあ、特にさっちゃんは絶対に関係ないはずだ。だって殺したのはマブチでしょ。そしてマブチは私たちを狙って抗争の出しに使ったんだから。いやさっちゃん、それは違う。狙ったんじゃない。そうか、読めたぜ。何が。野々宮殺しの原因や動機からスタートするとこの問題の回答は出ねえ。つまりマブチの狙いは清流会との戦争だ。そうみてえだな。マブチが戦争を始めたいならすぐに自分で仕掛けりゃいい。でもそうせずに俺らを口実にしたぞ。なぜだ。なんでだ。そんなことしてもし戦争が始まる前に首謀者がマブチだとバレたらどうなる。あ、他の組織が黙っちゃいない。そうだ、ここは横浜だ。知っての通り町を仕切る偉人さんはお互いの島を荒らさないってのが鉄則だろう。そいつを破った者には全勢力から真っ先に制裁が加えられる。マブチがハンピンリューマンの大幹部だろうがそこは変わらねえ。だから自分からじゃなくてそれ以外の口実が必要だった。でもなぜ私たちも。それにつながるのがマブチの言葉だ。思い出してみろ。最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれるやつがいるのか。だがお前らが現れた。そして今日おかげで花が咲くまでにしてくれた。これは今回の一連の話を思い起こして出た言葉だろうな。つまり種まきは野々宮殺し、そして水をやるってのは俺たちが野々宮殺しを追ってマブチに近づいた行動で。で、さっきのビデオの撮影で喧嘩の準備が完成したことで花が咲いたっていうのが。まさにそうだろうな。そして全体の文脈から察するにマブチが言う水やりの役目は俺たちである必然はなかったんだろう。何よそれ。さらに言えるのは殺された野々宮も、
特に彼である必然もなかったってことだ。野々宮の店のケツ持ちは清流会だろ。マブチの計画をシンプルに言えば、清流会の息がかかった人間を殺し、それに反応した人間を使って構想の口実に使いたかったんだ。そのシナリオのそれぞれ役目は野々宮でも俺らでも誰でもよかった。そんなことのために手帳は。自らのリスクを避けて戦争を始めたきゃ回りくどい手が必要だったんだろう。昔聞いたことがある。戦争に勝つ秘訣って最初の一発を敵に撃たせることだってよ。じゃあ俺らも野々宮もあのクソ野郎の計画のために加勢しただけってのか。冗談じゃねえぞあの野郎。しかも最後はマブチの思うようになるなんて絶対に許され。落ち着け春日、今は冷静になれ。そうだ、なんだかんだ言ってマブチは切れ者だぜ。ふざけんな、奴の思い通りになんかさせねえ。え、さっき戦争に勝つ秘訣は最初の一発を敵に撃たせることっつったよな。でも俺は兄貴に逆のことを教わったぜ。喧嘩は設定必勝、最後は腹をくくった奴が勝つってよ。おい待てよ一番、おまけにサッチャまでどうしちゃったんだよ。構想を止めてやる。俺らから清流会の頭にきっちり説明して話をつけりゃいい。おい、極道のドンパチにまで首突っ込むのかよ。ナンバーこのままほっといて、俺らが構想の火種として濡れ衣をかぶせられたままでいいのかよ。私はそんなの嫌だ。野々宮だって浮かばれないよ。わかった。足立さんは。まあ小ずるい野郎にしてやられたままってのも尺だよな。よし、善は急げだ。行こうぜ、反転工事に。